わが猫この真っ黒だ、何も見えんわな。それでは今から動物病院に向かいます。はい、黒猫ちゃんの治療です。そうでございます。王さんも病院に連れて行ってほしいぐらい胃が痛いです。待って待って、やばいわ、今気づいたんだけどさ、こうやって撮っとるやんか、めっちゃ反射してさ、王の顔映ってんだけど、ピースおピー気持ち悪。楽しそうだね。楽しくねえよ。あ、楽しいよ。どっちやねえ。止まります、止まります。ごめんね、抑えるよ。うわ、ちっけえ、びっくり。白目向かんといて。まあ、白目わざと向いてるわけじゃないんだけどね。あ、ごめんって。サイレントベアされた。ごめんね、うるさいね。はいはい、ごめんなさい、すいません。あって言われた。はぁって言われた。狙うと喧嘩ってくる。仲良くしようよ。ねえ。え、仲良くしんの？え、マジ？そんな子だったっけ？なあ、病院に注射止まるぞ。はぁって。なんやそれ。曲がりたいよ、曲がるよ。はい。うーわ、肉球パッパラパーに開いて、なめなめしとるよ。着きました。はい、到着ピーポー。おー、びっくり。じゃあ行きましょう。基本的に、なんて言うんだろう。猫ちゃんの風邪ってウイルスが外に出ていかないので、体力で治します、本人も。それをなるべくうまく引き出してあげていただけるといいかなと思うので、目があって、まぶたがあるんですけど、猫ちゃんたち、もう一個ここに、瞬膜っていう膜があって、この瞬膜っていうのが、ここのまぶたにくっついちゃってる。これを切る手術をしないといけない。あー、なるほど。うん。まあ、やれる場合とやれない場合とあって、やれない場合はもうそのまま。そうですね。これ耳だれってどうやって直しちゃいんだろうね。かゆいよな。かゆいよね。かゆいかゆいかゆい。わあ、こんなぞ。かゆいもんで後ろ足が。かゆい。嫌だね。嫌だね。けど、うわ。すごいよ、あんた。これは大変だ。目に関しては目薬打ちながら様子見てって感じですか？そうですね。あ、はいはい。どうしたどうした、はいはい。僕も猫ちゃん車好きじゃないね。うん、車大嫌い。飼育員の運転大嫌い。何でもかんでも人の運転なんでやめた方がいい。え、ガチじゃん。あ、かわいい。映ってる映ってる。怒ってるよ。ひょうこぷんぷん丸。懐かしい。はーい、ごめんね。うん、出せってな。そろそろ限界だよな。すげえ泣いてる。どうしたらいいんだろう。機嫌取ってみようか。すみません、大丈夫ですか？ん？ね、おやつあげる。チュールチュールチュール。許してくれるって。この子チュールそんな好きじゃないやん。確かに。うわうわうわ、破壊しようとしてる。やばい、破壊神がおるわ。ねえ、やだ。それ王さんがアマゾンで買った大切なリュック破壊しないで。なんで？どうしたよ。わかった。怖いよ、すごい顔が。怒ってるもんだって。やばいやばい、破壊するって。ほらほら、やばいやばい。ねえ、それ1個しかないの、世界で。怒ってる、ほら、やばい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 。ねえ、ほらほら、ねえ、嘘嘘、世界に30個ある。ねえ、やめてよ。ねえ、やめて、やめて、壊れちゃう。怒ってる、ほらほら、やばいやばい。ほら、ペットシートガブガブしてる。大丈夫ですか？うわ、ちっけ。ねえ、こっちを向いて。怒らないで。はい。わかった。わあ、ちっけ。そんな怒んな、おお、そんなに怒んなみたいな。なんだの、この子。ねえ、呼吸荒くなるから落ち着きなさい。うん、落ち着きなさい。うん、落ち着いて、落ち着いて。うん、怒るよ、怒るよ。おお、落ち着いてよって。ねえ。わあ弁償してもらうけどいいの。うん、一回冷静になりいいや。うん、そう。だよね。ほらほら、もう破壊破壊。ええうん、あんた怖い。やーって。ついたよ、おうち。わかるの？わかるんだ。めっちゃスリスリしてる。めっちゃスリスリしてる。まだかなって。お尻触られるのがもうこの年で好きななんて。エッチな男ね。ありゃーはいはい、お帰りなさい、魔法。はい、どうぞ。こんにちは。食べてるね。で、とりあえず、皮膚の方は、この塗り薬と、あと、目はね、点眼薬でしばらく様子を見てからじゃないと。まだ。薬名前書いてる。ほんと。ちょっと点眼薬でね、様子を。いや、住所、おじいさん書いてました。あ、ほんと。ちょっと点眼薬でね、様子を見てからやとね、手術まではできないらしくて、治るか治らないかわからない。あ、そうだね。いいね。薬入れてもしっかり食べてくれるので。いい感じです。いい感じでございます。
何？ねえ、またパニックになると思う。はい、パニックですか？いやだね、匂いがするの？ごめん、ここでちゃん、なんか誘っとるでしょ今あんた。ごめん、飲み行きたいの？飲みしたの？ダメだねこりゃ。ね、今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録者10万人目指してます。登録ボタン高評価忘れずにね。ちなみに今日の MVP は黒猫ちゃん、おめでとう。なんかいろいろ SNS もやってるみたいだから、ぜひ覗いてみてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。